車選び .com 車選び .com。 皆さんこんにちは。今回の車選び .com、 なんとまたまた工藤さんがとんでもない車を持ってきました。ハイエースかと思ったら違います。グランエースです、土屋さん。あの一回り日本のハイエースより大きな車ですから。ハイエースよりもでかい。そうですね、あの日本で普通に売ってるハイエースよりも一回り大きい、もうトヨタのこの箱型の車で一番大きい車ですね。これはでかいよね。てか、てか今回男2人？藤木さんどこ行ったんでしょう。まさか。五感の女王だから。さすが。寝てやがる。仕事だよ。お仕事の時間ですか？仕事。あら失礼いたしました。どうも。ファーストクラスが似合う女だね。ありがとうございます。今日ねこれで来ちゃいました。何がこれで来ちゃいましたね本当にすいません。これハイエースと何が違うの？ですね、まずボディがあの海外向けのハイエースで最新の、新設計になってます。トラックベースではない。ラダーフレームは使ってますね、うん。まあ、新設計のボディで、あとは内装が豪華なんですよね。ハイエースの一番上の仕様でもこんなに豪華な仕様はなくて、ない。立派な、見てください土屋さん、立派なシートが。いやこれはすごいと思うよ。これ全席これでしょ。これね、あの4列車と3列車があって、今日持ってきたのは3列仕様なんですけど、上級グレードで2列目と3列目がもう同じ立派なシートがついてますね。アルファードとどっちが高級なの？難しいところなんですが、 あなたジャーナリストでしょアルファードは乗用車として作られてるんで、2列目に座るんだったらアルファードの方が上級です、はい。でこの車は3列目まで立派なシートがついてる。アルファードの場合は3列目はちょっとねしょぼくなるので、この車3列目も同じシートがついてるんですよ、2列目と。それがそういう意味ではこの車の方が、まあ、すごい格が上って言い方もありますよね。じゃあ6人がゆったり優雅なシートに座れると。そういうことです。それがこの車の特徴です。しかしでかいね。はい、5.3m、どうですか土屋さん、 5.3m。 いやだってこれさ、立地も入んないでしょ。でマンションの駐車場にも止めらんないじゃない、こんなでかいの。まあ、普通は無理ですよね、こんなサイズになると。誰が買うの？これはですね、例えば企業とかホテルがあの VIP の送迎用にね。あ、私を迎えに来てって感じだ。そうですね、今みたいな感じでね。鼻につく女だねそれからですね、そういったところが送迎用に使うのと、はい、あとあのインバウンドで海外来たお客さんなんかを、例えばツアーにね富士山行ったりとか、まあ、京都連れてったりとか、うん、そういう時にあのいっぱい乗れて荷物もたくさん積めるっていう車が必要な時はこの車の出番です。すごいね、3列目まで豪華なシートだよ。いやすごかったです。今座っててももうすごい、私のためにあるシートって感じ。まさにですよ、本当に鼻につく女だね。しかしいやだけどこれ必要かね、この車。幅広い人たちに向けた車ではないんですけれど、こういうのを必要とする人たちもいるっていう車でしょうね。まあだけどホテルの送迎とかさ、その空港に迎えに行って VIP を迎えに行く時っていうのは、じゃあアルファードよりいいってことだ。そういうことですよ ね。今回こうやって紹介してもらえるってことは、うん。でもなんか荷物入らなそうですけど、ね、荷物はこでかいこと言ってるじゃん工藤さん、うん。荷物を持って京都まで行くって、ほー、じゃあ見てみようか。ちょっとね気になりますんで、ね、はい、はい、工藤さんに言ってることが本当かどうか荷室を見てみましょう。見てみましょう、はい、はい。それじゃあ藤木開けましょうかね。私がね、はい。でかい今危なかったよ、連れてかれそうになっちゃった今びっくりした今めちゃめちゃ笑うじゃないですか土屋さんだって今子供が懸垂してるみたいだと。いやびっくりした、自分でやるもんじゃないなと思って今ねえ、はい、工藤さん、はい、なんかでかいこと言ったけど、どこに荷物を置くの？広くないですかこれ藤木、これ広いっていう？これはねまたあのチャレンジをしなきゃいけないですね、はい、検証を、はいはい、私の家出少女スタイル、はい、スーツケースチャレンジ、はい、お願いします。はい、こちら、はい、藤木が家出して、入らなくないですか？だ
ってぶつかっちゃいますよここ。ほら。ほら嘘言ったじゃん。ほら。ちょっと待っててください。ちょっと待っててくださいね。ねえ、6人乗ってんだよ6人ね、VIP が。ちょっとこれクレームもんですよ。工藤さん、VIP が6人乗ってるんですけど。困りますよ、荷物入んないのも。なんか始めた。なんか隠し玉があったんですかね。でかいね、マイクロを小さくしたって感じ。そうですね、なんかすっごい広いんですよ、とにかく中が、うん、でかさ、6人 VIP 迎えに行って、はい、6人用の荷物どこ置くんだよ。そうですよね、これもしかける6あったらどうするんだろう。絶対嘘言ってるよな。絶対入んないですよ、あれは。さすがに絶対嘘つきだよ、あのジャーナリスト。だんだんね、そういう大きいことを言うようになってきたんですよ、工藤さん。どいてくださいね。どうするの。おお、なるほどね。ビップも、ビップにこうは無理だな。さすがにちょっとこれは無理。今まで車選び .com で紹介したのはこれが入るもん。このサイズ、同じサイズですから。これが嘘ばっかり言ってやがる。でもね、背の高さが今まで紹介してくれると違う。高いそう。いや、縦に並ぶ。あー、なるほど。もう一個入る。もう一個でこれ前に出せばもう4つぐらいいけちゃうんですよ。ほうほう。で、これで、まあ、あの空港からホテルまではちょっとだけこう足元狭く我慢してもらって、うん、でホテルで荷物を置いたら、うん、もう広いと。じゃあ羽田からホテル行くまでどのくらい狭いか乗ってみようか。そうですね、ちょっと乗ってみましょう。この狭さ、この嘘つきジャーナリスト、本当かどうかちょっと確かめよう。ちょっとね、信憑性がなくなってきちゃいますからね。どんどんちょっと乗ってみましょう。あ、藤木閉めて。はい、藤木。これちょっとね、筋トレ今笑かそうとためにやった。いや、本当にちょっとね、これは自分でやるものではないです。やっぱりね、あの運転手さんとかちょっとお手伝いが必要です。私土屋さんがめちゃくちゃ笑うんですよ。もう俺涙出てきてでもね、そうなんです。これはお客様、そうですよね、お客さんがやるもんじゃない。お客さんがやるんじゃなくて、あくまで運転手さんがね、開け閉めして荷物を出してくれたりするんで、はい、こういうね、お客様はいいんですよ、閉めなくても。こんな華奢な女の子にやらせて2列目3列目乗ってみようよ。そうですね、乗ってみよう。さあ、それでは荷物も乗せました、はい、羽田からホテルへ行ってみたいと思います。6人乗ってどんな感じか。ね、奥乗ってみますか。じゃあ奥からでしょう、まず奥から、はい、でも荷物が入った状態でってことですよね。そうです今、そうです。さあ、それでは3列目から行ってみたいと思います。お、そんな狭くないよ。荷物6人分乗せたんだけど、そんな狭くない。そうですよ。ほう、あ、まんざら嘘ではないわ、工藤さん言ってること。あ、もう快適ですよね。確かに本当だ、そんな狭くない。ああ、やっぱ車の前兆がある分だけ後ろが ゆとりがある。本当だ本当だって。いや、自分のコメントだ本当だいや、確かにそうですね。あとやっぱりね、このシートが乗り心地がいいので、ここに肘掛けにドリンクホルダーがついてて、3列目も全然違和感ないよ。居心地いいよ。2列目ぐらい居心地がいい。あの、本来の、じゃあ荷物下ろして一番後ろ下げてみましょう。いや、すげえ。前も入れて、うん、あ、全然、うん、やっぱり全然、まあ、違いますね、もちろん。いや、やっぱ前兆が長いから2列目も3列目も同じゆとりがある、うんうんうん、この広さはね、アルファードじゃ味わえない。うん、アルファードはやっぱり2列目が快適なんだもん。そうです今のミニバンってみんな2列目が快適。ミニバンはもう2列目まで、で、ね、3列目はちょっとそれよりは少しね、そう、ね、ただこの車は3列目までゆったりで、見てください、2列目も3列目もね、同じシートがこれついてるんで、俺3列目でやだなみたいなのはこの車ではないですよね。
ないね。確かにね、どこの席に乗るかみたいなありますよね、車によっては。2列目でも3列目でもどっちでもいいって感じ、うん、しかもこれ自動でね、このシートがここの横についてる足と背中と、これは快適だぞ。めっちゃいいな。ああいや、これは東京から京都までほんと3列目で全然違和感ない、ね、最高ですね。あとね、ぜひ見てほしいのは高級車ならではの装備、うん、あ、バニティミラー。何これ、バニティミラーは、おお、ちゃんとあの後ろの人はね、女優が、なるほどね、いや大事大事、これは大事。しかも一人一個ついてますもんね、全部ついてて、で、あのライトもね、ちゃんと上に照明がついてる。グランエース。すごい。贅沢。贅沢。めっちゃ贅沢。いや、3列目がこんな高級車、見たことない。本当に本当に。土屋さんでも初。3列目って割と、2列目はすごい豪華なの。うん、そうですよね。だけど3列目ってなんか、しょうがなく乗ってみたいな。まあちょっと詰め込まれてる感じですよね、なんか、まあ、満足して乗ってじゃなくて、確かにしょうがないから3列目ある5人もいるのみたいな。ちょっとね、確かに。いや、これはすごい、ほんとすごい。ああ、びっくり。いや、すげえな。こうシートを倒した時の3列目のドリンクホルダーがここと、手が届くところに全てある。もう炭酸も、うん、麦茶もビールも置けちゃいますよね。いや、これはすごいわ。だから座り心地としては、空間としては2列目も一緒ってことでしょ、この3列目と。そういうことですね、はい、すげえ。いやー、これブラインドもついててね、プライバシーを守っちゃうぞみたいな。で、あとこの車面白いのは、はい、まっすぐ前を見ていただくと、うん、1列目に比べて2列目はちょっと中に寄ってて、で3列目はさらに中央に寄せてついてるのが分かりますか。あ、前が見えるように、前が見えるようになんですよ。そういうところも考えてシートレイアウトが作られてるんですね。工藤さん、なんかトヨタの営業みたいだね。あとだ。嘘ついてない、嘘ついてない。トヨタの営業。ハンコ持って。え、いくらすんのこれ。これですね、650万です。だっけ。あ、だけどこの VIP で650万だったらね、うん、なんか安く感じますよね、ちょっと。いや、いい、これずっとここにいたいわ。あ、ね、ここでもう今日このまま帰りたいです、私。五感の女王 VIP でくつろいでおります。最高です。もうここで生活できちゃうぐらい快適、本当に。そんな感じ。ほんでね、ずっといれますもん、ね、いや、本当に4畳半の VIP ルームにいるみたいだもん、ね、もうあとそこにテレビかなんかもうあって、はあ、もうずっとこうやって、でここにね、いろいろドリンクホルダーとかもあるし、ここであるから、もう生活できちゃいますよ、これで、うん、いや、これは2列目も3列目も全く同じ状況でさ、ね、いられるってのがすごい。確かに3列目も本当これぐらい快適だし、うん、また2列目で、これ一番倒した状態ですよね、今。一番2列のシートを一番後ろにした状態です。で、これでも3列目は座れることは座れますよね。うん、全然座れる。確かに。え、すごい。快適だ。この広さが見えないですね。いいですね。またね、これもちゃんと一個一個自動でこうやってもう寝れちゃう。これが700万、650万で手に入る。これはちょっといいじゃない？レーシングドライバーなんてすごくいいじゃないですか、ね、いや、全然いいでしょ。サーキットでね、この人じゃ。運転席と助手席座ってみますか。あ、行ってみますか。え、土屋さん、はい、ハイエースだと思って見ちゃったら、はい、うん、そうだね、ハイエースよりは全然豪華。で、ステアリングにウッドになって、そうそうそう、もう馬巻きだし、全然豪華。で、こうクローム入れてたり、うん、こんで、うん、ウッド使ってたりとか、はい、これはそれね、ドリンクホルダーなんですよ。ドリンクホルダー、ね、ハイエース、そうだ、ベンチシートだ。そう、うん、3人乗れるんだよ。だからここにあるんだ。だって助手席はそこにあるでしょ。ちゃんとあります、うん、なるほどね。で、なんかこの辺もなんとなくこの辺外したらシートになりそうな、こう足を置く、うんうん、雰囲気じゃないですか。まあ、この車はね、上級仕様なんで、はい、センターコンソールがあったり、うん、コンソールボックス大きいですね。大きいね、うん、深い、でかい、サイドブレーキここにあるもんな。
撮る人のきっかけに。わお、これは俺はポイント高いよこれ。ねえ、ポイント入りました。いや俺的にここにサイドあるのは暑いですか。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。あのね、なんでってよく聞かれるんだけど、はい、なんかあった時にこれまあ FR だから割とこうリアが滑りやすい。で、大体ぶつかる人ってみんなあーってもう固まっちゃって、体が固まって前からぶつかってラジエーターパンクして帰れなくなる。だけど俺らみたいに経験者だと、あーってぶつかる前にサイドブレーキ引いてちょっと滑らして後ろからぶつけて、あー、ラジエーターはそのまま守れて修理工場まで自走で行ける。だからこのサイドブレーキはとってもポイントが高いの。じゃあもう走ってみてですね、あとは。それでは行ってみたいと思います。車選び .com、 車選び .com、 車選び .com。 さあ車選び .com 行きましょう。行きましょう、グランエース。グランエース行きましょう。はい、トヨタグランエース。ね、ビップカー、うん、これも大きいな。でかいよな。すごい。じゃあアルファードに比べてこれ全長が35センチ長いんですよ。幅は？幅もね、12センチアルファードより、ね、でかいもんね。でかいよ、ほんとにさ。すごい。でかい、ほんとでかい。土屋さんでもこういう車あんまり運転することないんじゃないですか？ない。新鮮ですよね、きっとね。でもね、運転しやすい、これあの真四角だから、長方形で、だから視認性はすごくいい。はい、なるほど。うん、これで、これだと、でかいけど気にならないね。このなんかこうスタイリングだけ気にしたような車だと、はい、運転しにくいんだよ、でかい車って。ああそうなんですね。これはね、わかりやすい。もうカクカクしてるから確かに、ね、すんげえ楽。めっちゃもう真四角ですもんね、本当に。そうで、横なんて真っ平らだからすんげえ楽。もう把握できますよね。そう、確かに。いいじゃん、なかなか。あとこれね、土屋さん、はい、エンジンはディーゼルエンジンで、はい、まあ4気筒のディーゼルで排気量が 2.7 リッターなんですけど、うん、意外に静かじゃないですか。ああ、静か、静か、静かですよね。うん、まあ、車音とかはきっちりやってるので、まあ、こういうね、高級でお客様運ぶ車なんで、想像でしょ。すごい一生懸命やってると思うんですよ。うん、静か、ディーゼルとは思えない。あと振動もね、はい、伝わってこないですよね、そんなに。そうだね、ディーゼルエンジンのね。うん、お客様仕様だから。そうそうそう、そういうところも気を使って。乗り心地びっくりしません？トラックベースとは思えない。あのね、とある輸入車でこう大きいバンタイプの車の豪華仕様とかありますけど、それは工藤さん、メルセデスのこと言ってない？まあそういう話もあるかもしれないんですけれど、メルセデスの V はすげえゴトゴトするよ。ですよね。あ、そうなんだ。うん、あの、自分が荷物かなみたいな。言い過ぎました、すいません。これなんかびっくりしますよね。しっとりしてる。うん、うん、本当にあのアルファードみたいに、うん、こう乗用車として作られたミニバンのような感覚で乗れますよね、これなら。しっとりしてる、これ足回り。へえ。相当トヨタはね、あの、いや、頑張ってると思う。だってベースはハイエースと一緒でしょ。ええー、そうですね。それを高級車にしただけでしょ。ええー、すんごい頑張ってるよこれ。トヨタの凄さってなんかこの車からもすごい感じられますよね。うん、はあ、すごいの。これはすごい頑張ったと思う、この乗り心地はね。エンジンいかがですか？エンジン全然気にならないよ。なんかね、ディーゼルのザラザラした感じとかないない。ないですよね。ない、全然ない。びっくりしますね。うん、全くない。質の高さもこの車、しっかりあの見た目だけじゃなくてね。そうだね。見た目強さだけじゃなくて質の高さもしっかり備えてる。うん、見た目からは想像もつかないぐらいいいよ。助手席どうですか？助手席はすごいなんか視野が広く感じます。普通のっていうか、車今までなんか乗ってたより全然。クリアになるっていうか、うん、なんでだろう、なんかすごい景色とかもすごい見やすいし、あー、トルクもあるわ、すごい広い感じがする、乗りやすいです、助手席も。いや、これ運転しやすいな、うん、ただでかいだけじゃなくて、でかさを感じない、もう本当にこうカクカクしてるから
視認性がいい、視界良好、視界いいですよね、うん、やっぱこれだったらあのこういうね2列目3列目がメインだけど、うん、ちょっと自分で運転してもいいかなっていう気になります、ね、なるなる全然なる、うん、あこれは運転楽だ、これいいよ、トルクあるからね、うん、いいぞなかなかいいぞ快適だぞ、快適です、なかなかいいぞ、いい感じ、もうパワー的にも全然問題ないよ、いいトルクだよ、いいね、うん、これはすごくしっかり作り込まれてくる、この視界いいな、なんかね気持ちいい、この視界はこうやっぱ背が高いでしょ、上から見下ろせるでしょ、で四隅が分かりやすいでしょ、これは運転しやすいわ、大きくて嫌だなって見た目はね、運転すると全然ですよね、うん、運転しやすい、なんか視界が結構四方八方でこう全部見えてる感じしません、うん、ガラスの面積が、ね、広いから、そうだね、そうなんかすごい見やすい、うん、うん、気持ちいい、いやこれはいいんじゃないの、これはトヨタ頑張ってます、はい、頑張ってますよね、とっても頑張ってます、やっぱりこうビップを快適に移動させるっていう、ああなんかこう、そうだね、決意みたいなのが伝わってきますよね、ああトラックベースのシャーシでここまでできるんだね、周辺にオービスがあります、はい、かしこまりましたご苦労様です、初めて話しかけられましたね、車にいや運転手が眠くなるかもしれないじゃない、あ、なるほど ね、土屋さんもそろそろもう眠くなってきちゃうかなって、そういうことを考えてやっぱトヨタはさ、あすごい心遣いね、すごい、俺が眠いの分かったのかね、ね、感じ取ったんですよ、うん、きっと眠そうだなって、そうそうそう、ね、もう乗り心地もいいよね、で U ターンしたところで前の車止まると思うので、はい、そしたらあのドライバーチェンジしましょう、あ2列目で、はい、あやったいいね、いいですね、たまにはそういうのをしたいですよね、2列目でしょ、そうですよ、ハイエースベースとは思えない、フロアもね振動ちゃんと抑えてるし、うん、いや静粛性頑張ってるよこの車、へ、僕も正直この車こう最初に出てきた時乗り心地はダメだろうって思ったんですよ、ね、思うよね、思ったんですよ、だってあの V クラス乗ってさ、ああいう感じだろうなって思うじゃない思ったんですよ、そう、ね、普通そう思うよね、だけど初めて乗った時びっくりしましたからね、全然そうトラックベースとは思えない、だからすごい頑張ってんだよ、いやそうですね、うん、2列目ね、周辺にオービスがあります、はい、ありがとうさあ、はい、さあ、それではビップはビップらしくいきますよ、はい、めちゃくちゃ広い広い広い、すげえ広い、広い最高、なんか金持ちになった気分、そうですね、うん私も超大物有名人になった気分、はい、うん、超大物だっつの五冠だよお前、五冠ね、五冠もうちょっと頑張りたいんですよ、レースクイーンで五冠を達成だよ、なかなかいないよ、しかももう一個言っていいですかね、いいよ言っていいよ、いいよ、2年連続五冠なんですよ、すごいじゃん、実はすごいじゃん、あまり誰も言ってくれないんですけど、自分で言えよカメラの前で言っていかないと、うん、いや誰か言ってくれるかなって思って2年連続五冠ってすごいね、その年はね本当にありがたいことに、うん、それはすごいわ、うん、そのスポンサーとか関係者の忖度じゃないからね、ファン投票だから、そうですね、それはすごいと思うよ、含めて、うん、特別賞とかもいただいて、うん、はい、じゃあスタートしていきます、いいね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 、やっぱいいですね、ギレッツ、うん、なんか金持ちの気分だねいや本当にいいな、そっかお金持ってるとこうなれるのか、そうそう、羽田にこの車で迎えに来てもらえるわけだよ、最高
か、ね、荷物も運んでもらって、そうめっちゃいいじゃん。ちょっといいですね。うん、おーいかね持ちだぞ何アピールなんですかいや快適で、このシートもいいね。いいですよね。うん、見た目からして立派ですしね。ね、うん、で座ったらしっくりくるし、いやピップだよ、うん、僕のプライベートを邪魔しないで、はい、ちょっとね、土屋さんのプライベートも NG です。金持ち金持ちアピール中から取られちゃった。ああ、そっかいやいいね、いいね、これは本当いいわ。これ家族喜ぶね。いや絶対喜びますね。ねえ、そうですよね。6人全員が気分いいんだよ。うん。うん。これは藤木さんの事務所に買ってもらったらいいんじゃない？移動車。ああ、事務所にね。そうですね。ちょっとマネージャー来てるんでお願いしとこうかな。それはもうさ、2年連続五冠の女王なんだからさ、小倉エースだよ。これ行けますかね。行ける行ける行けるかな。やっぱ藤木はこういう車から降りてこないと絵にならないね。ああ本当ですか、嬉しいな、うん、降りたいな、ちょっとねお願いしときます。いや快適だ、乗り心地いいよ、ね、うん、どうですか土屋さんも。俺、はい、俺貧乏人だから似合わないいやそんなことないでしょうこれはいいよな、ほんといいよ。これだって3列目もこういう感じってことですもんね。つまりは一緒だよね。すごいな。いやすごいよ、この広さはね、本当味わえないですよね。ね、じゃあ、うん、V クラスよりもこっちの断然広さ、ね、広いよね、うん、全然いい、うん、いや天井の高さも横幅もすごいゆったりしてる。そうですね、だからその貨物車ベースだから、うん、こうね、ま、横が垂直で、うん、もうこの寸法の中でギリギリまで室内を広くできてるんですよね、うん、すげえわ、これはすげえわ。ブレーキングの挙動もね、穏やかですよね穏やかっちゃ穏やかだね今工藤さん攻めたね、ブレーキング攻めたよ今、うん、ちょっと試してみました。今制動距離を試したんだよ。試しました、うん、これはいいわ、うん、なんか遠出したくなりますね。そうそうそう、こっちにね座ってる側は、うんうん、どっか旅行行きたい。うん、快適だ。寒い日になったらあのリアシートもシートヒーターがついてますよ。これ、うん、そうついてる。寒い日になったらあのリアシートもシートヒーターがついてますよ、ね、うん、そうついてる。ちゃんとね、一個一個、うん、すごい。シートヒーターもついてるし、エアコン吹き出し口も各席にあるし、で、ランプスポットランプも吹き出し口も各席ね、そうだよね。で、ランプスポットランプもついてる、うん、一緒だよ、2列目も3列目も快適。本当ですか。うん、全然快適。引かなくて大丈夫ですか。全然足余裕がある。あ、本当ですか。うん、すごい、私今結構倒してるんですけど、それでも大丈夫。全然足狭くない。うわ、全然狭くない。その余裕すごいですね。うん、すごい、やっぱこの全長だよ。へ、だって V クラスより長いんだよ。長いそうですよね。うん、でこの乗り心地でこの幅が余裕があるから全然なんか窮屈さがない。ないない、全然ない。土屋さん遠いですもん、ここからみたいな、ね、遠いよね、距離感が、ね、遠いでしょ。いやでも本当に2列目と変わんないよ、この3列目、全く一緒、本当快適、うん、すごい。3列目でもね、前方視界がちゃんとありますよね。そう、よく考えてるね、この車。いやすごいですよ、うん、ですね、運転手さんのそこの場所からでもそのミラーも後ろこれ映像になってるから、そう距離関係、後方カメラね、2列目3列目の人は目が合わないっていう、うん、このミラーだと、ね、あ、またね、いいよね、土屋さん仕様になってる。そうねさすがだね、グランエースの名に恥じない。いいな、これで帰りたい俺も
ちょっと取り合いになってるんじゃないですか。1台しかないんだから。車交換してくんないかな。ちょっと、ね、トヨタさん、ちょっと帰りにこれ、ね、本当だよね。中心貸し出ししてくんないかな。中心貸し出し。いや、めっちゃ快適だよこれ。ね、本当それぐらい、ね、3列目になってほらプライバシーシェードがある。そう、本当だ、ちゃんとね見えてますね。2列目と同じ装備だよ。あんまりだからないですよね。ない。3列目って結構ついでみたいな。そうだよ、そうだよ。だから、うん、そう、機能とかも行き届いてないことがあるんですけど、うん、そう、それがこの車のすごいところ。これはすごいわ。この3列目は本当にみんな平等。うん、いやびっくりだ。どこかね、これで行きたい。ああ、行きたい行きたい行きたい。運転手、本当ね、運転手の制服借りてくればよかったんだけど。もう着いちゃいました。これマネージャーさんちゃんと座らせてみて、それでこれでこれいいでしょって。はい、着きました。お疲れ様でした。買ってもらえ、買ってもらおうかな。ちょっともうちょっと頑張んないとな。2年連続五冠の女王だから。それ土屋さんずっと言っててください。車選び .com。 さあ、車選び .com、 今回ご紹介したのはトヨタのグランエース。すごかった。もう私今日これに乗ってちょっと新しい夢ができました。やっぱさ、2年連続五冠の女王ってことはだよ、事務所に買わせろ。買わせろも、いや本当にね、これであの送り迎えしてもらえるようなタレントになるっていうのがね、新たな目標で生まれました。目指せ。はい、頑張りますっていうぐらい本当に快適で、もうめちゃくちゃ良かったです。いやこれね、本当にあの工藤さんの言う通り嘘じゃなかった。もうね、トヨタの本気をなんか見せられたような気がしますよね今日はね。いやびっくりしたですよね。そのね、2列目も3列目も変わらない居心地の良さ、そこはねちょっとびっくりしたね。3列目にこれだけね力入れてるってなかなかないでしょ。なかなかないですよね。だからそれがやっぱりアルファードとの大きな違いになってきますよね、うん、アルファードはね3列目が少しちょっとこう2列目に比べたらあれですけど、これは2列目も3列目も同等で快適広い。もう土屋さんも買って帰りましょうか。アルファードより安い。そうですね、アルファード最上級よりはちょっと安いですね。750万でこの乗り心地、2年連続五冠の女王を事務所で買う。新しい企画みたいな。650万。どうよ、新しい企画が生まれました。事務所にこう圧力かけて。どんどんね、私がこれに似合うタレントになるから。そうです、頑張ります。もっとちょっと今ねマネージャーさん笑ってますけど、今日買えと。もうよろしくお願いします。でも650万でこれが買えちゃうんだよ。買えちゃうんですね。あとであの土屋さんと藤木さんにトヨタのセールスマン行かせますから。ああ、終身レンタル。レンタル？レンタルなんですか？俺はね、終身貸しだし。買っちゃってくださいよ、もう。いやだからこれは乗りたいよね。乗りたいですよね。移動これ最適ですよね。で俺は運転もしてみたじゃない。で、すごく楽。もう本当にカクカクシカシカしててでかくて嫌だなと思ったの。見てくれは。で運転してみたら。すごくこう分かりやすい、ね、四方が分かりやすい、そこもねちょっと気に入りました。そうですよね。あのその上で、まあ、エンジンもねトルクフルでちゃんと動きますし、まあ1台これ買ってがっかりは絶対しないと思います。うん、そういう車でしたね。はい、事務所に言え。さあということで、今回の車選び .com はね、皆さんのリクエストにお答えしてね、こういう車もご紹介しましたけれども、これからもどんどんね、車選び .com 皆さんのリクエストに応えてどんどん紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。あといいねもね、いいねもよろしく。車選び .com。